このまま例えば自分自身が前に進んでいくときに肘が立つというイメージを持たなきゃいけないんですけども、こんにちは、森高部です。本日の動画はこちら、自由形の骨、肘の使い方についてご紹介をさせていただきます。それでは動画の方をご覧ください。はい、自由形の肘の使い方になりますけども、肘を立てるという意識を持つ方すごく多いと思うんですけども、肘を立てるという感覚というのは、このまま例えば自分自身が前に進んでいくときに肘が立つというイメージを持たなきゃいけないんですけども、よくこう肘を立てるという意識で考えている人は、ただここからただいきなり肘をなんか形上立てたらいいんじゃないかと思っている方が、すごく多いんですね。そうではなくて、体をこうぐーっと前に進みながら肘が立っていくっていう流れが大事になってきます。ちょっとこの動画をスローで見ていきましょう。スーッと行って、で、やっとここで今肘が立ちますよね。今、もう一回戻しましょう。で、よく多いのは、もう一回行きます。はい、ストップです。最初の段階で、いきなり、肘をこうグッと立てるような意識をね、持ってる方が多いんですね。ちょっと今丸動きしますけども、いきなりここで肘をグッと立てる方が多いです。意識して。でもそうすると結局体が進んでいくんじゃなくて、ここで肩に力が入って動きが止まるんですよね。なのでイメージで言うと、例えば家とかでイメージやるんだったら、例えば段ボール、ここに段ボールがあったとして、その段ボールを後ろにしながらこう体が前に進んでいくっていう意識ですね。その切り替えを大事にしていく上で、体が前に進んでいく、その動作を大事にしていきます。でもう一回動画見てみますね。で、やっとここで肘が立って、そしてそのままスーッと動く、そしてフィニッシュをしていくっていう流れになってきますので、この肘のね、ところはただ形上立てればいいっていうわけじゃなくてね、体が前に行くために肘が立ってくるっていう流れを大事にして泳いでいただけたらと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。